はい、えー、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。私が勝手に選ばせていただいた昨年の1月の終わりから始めたジャニーズ歌うまランキングトップ10あれから1年経ちまして、えー、またランキングというのはどうなのかというふうに思ってた部分もあったんですけれども改めて1年私はいろんな人たちのねグループの楽曲を聴かせていただいて改めて私の中でのねこの 順位という、まあ、言い方がどうう言方どどか分かりませんけどもこう、ね、歌う間を並べてみたいなという気持ちから、えー、せっかく並べさせていただくのであれば紹介させていただこうということで、えー、ちょっと前にグループ編トップ5から始めさせていただいて今日はいよいよ「個人編19876」5日目の6位の「 表となりましたさらっとおさらいすると10位はキスマイフットツー2の千賀健人さん9位はジャニーズウエスト小滝希さんそして8位に嵐から二宮和也さんそして前回7位はジャニーズウエストから桐山昭人く君と紹介をさせていただきましてさあ今日第6位の発表でございます。第6位は昨年ののランキンキグの中に入って

はい、昨年は2位というところに挙、えー、げさせていただいた堂本剛さんなんですけれども今年は、えー、数字的に言うと第6位となりましたけれどももちろん歌が上手じゃなくなってるというわけでは全くございませんもちろんね。えーあのーまあ、今年は昨年のランキングには入ってない方たちがどんどん入ってきているということで。 もう強さの歌声はもちろん安定感抜群であるんですけれども、まあ、私の中ではですねどんどんこれをこう追い抜いていこうという若手たちというのが今年は少しね上に上がってきているという私の勝手なランキングでありますけれどもことによってちょっとずつ剛君、えー、のいる場所が少しね、えー、6位という場所に変わりましたけれども。 私はねあのグループランキングねちょっと前にありましたトップ5の時にもコメントでたくさんいただいたんです。キ,ンキ,キッズが1位だと思ってましたという方が非常に多くてですねまあそれもそのはずやっぱり私が今回選ばせていただいた堂本剛さんという方は昨年もお話ししましたけれどももうねアイドルという枠組みではと,もうとっくになくなっているというかもうアーティストですよねアーティスト。 はい、でまあご自身でもそのねキンキ k i 以外にも「エンドリー・ケリ」「エンドリ・ケリ」この表記表記というかこう呼び方もいろいろあってねちょっとごめんなさい私そんなに詳しくないもので今なんとなくぼやんって言ってしまいましたけどもそういう、えー、キンキ k i 名義じゃないものでも活動されていたりねいろんなとこでライブをされていたりそれから MISIA さんと一緒に歌ったりとかそういうこともありましたけれどももうねこの 剛さんの歌唱力ということに関してはもうファンの方のみならずねやっぱり音楽業界日本の,の中でももう剛君はアイドルというよりかはアーティストなんだというところからもうねところにもう皆さんいることはもう周知のことであるわけですよもう遡ってみれば「そのラブラブ愛してるという番組でね吉田拓郎さんがギターを持ってきて本当に一から 持ち始めたたところは私もテレビで見ておりましたからあの時に光一くんも同じタイミングで持ってね気がついたらもう剛くんはもうバリバリ弾いちゃってもうアコギだけじゃなくてエレキも弾いちゃってで作詞作曲までしだしちゃってみたいなどん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 そっちの音楽のこう才能というかねもともと持ってたセンスがバーンと爆発した感じでありますけれども剛くんの歌声の素晴らしいところっていうのはやっぱりねその 声の響き方と歌い方、そして世界観だと思うんです私。うん、で、声の響きというのはね、どちらかというとですね、あのチ君というのは口をあまり大きく開けずに、うんうんとこう中の方で声を響かすというんですかね。あれはね、まあ、勝手な想像ですけど、多分もっともっと顔の奥に響かせに行って、太く響く音というのを使って。 音程を取ることが歌いやすいというかこう表現しやすいみたいなことになってるのかもしれないですけれどもなのでパーンと前に出てくる響きの声というよりかは鼻の奥のね一番響きのいいところで素晴らしい振動響きを作ってそれでこう音を奏でていくという。で音程ということに関して言うともうね もうこれも勝手な想像ですけど、えー、江戸本剛さんは多分ね音程が取れないっていうことを想定してないぐらい歌えば必ずその音程が綺麗に取れるという自信のもとにですね歌を歌ってる感じがしますので音程取りに行く時にもねポンポンと取、まあ、飛んで歌うというよりかは「ダラわダンダンスター」みたいななんでこの歌が急に出てきたのか。 わかりませんけどもあの音が上がっていくその音に行く瞬間に音程を当てるんじゃなくて後ろから「ダララ」この後半にアクセントを置いてなんとかねえまあ母音強調というふうに言ったりこうノリを後ろに「後ろノリ」と言ったりしますかねそういうねちょっとこう後ろ後ろでアクセントを取って歌う。 タイプのの歌いい方だと思いますので音程もその出しているどこかで必ず触れるという自信がある歌い方でなおかつですねその強く歌ったりするということよりかもやっぱりこの表現何だったらその曲が持っている先ほど言った世界観であったりとか歌詞の持ってる力とかねその情景みたいなものを 歌声に乗せてこう歌ってくるというですねだからもうもはやその声の出方がいいとか発声の仕方がどうこうとか空気の量がということはもう当たり前にある上でもう表現力もやまさにアーティストなんですよねそういう歌い回しをしておりますのではい私がまあここまでこうね紹介させていただいた千賀くんとか小滝くんとかそれから、えー、二宮くんとか桐山くんとかとはね ちょっともう歌い手さんの何て言うんでしょうね種類がちょっと違うというかうんだからもしかしたらね、えー、桐山君なんかが、ね、昨日紹介した「七井桐山明人君」なんかは高尾と来た時に「当てに行くぞ!」ってって歌いに行ってね、まあ、そういう歌い方で正しいんですけども、えー、音程を取りに行ったりするというところを剛君の場合はもう何なら自分が歌うところに音程がこう寄ってくるぐらいな感じで。 うん音程合う合わないよりかはやっぱりその曲の何かを表現しようとかね、えー、見てくれてるファンの方たちにこういう思いを届けようとかでそういう歌い方をしているというちょっとこうね、えー、またタイプの違うボーカルという形で、まあ、それを純粋にこうね皆さんとこう並べてどうこうっていうところに対する賛否はねも,うもちろんあると思うんですけれども、まあ、間違いなくこのジャニーズの歌うまランキングというトップ10を作った時には まあ、コロナ禍には絶対入るでしょうという,、はい、ということで、まあ、今回は並べさせていただくと、まあ、6位という形になりましたけれどもちょっとねやっぱりこうジャニーズの歌い手さんの中では一つこうなんかね部屋が違うところのアーティスト枠堂本剛さんという歌い手さんの、えー、素晴らしさが、まあ、確実にあると思いますので、はい、私はそんなところをですね素晴らしいなと思って今回は、えー、紹介をさせていただきました。 はいといととうことでもうこれでもう10人中5人紹介してしまいました前半戦終了と、えー、なってしまいましたこれから先の、えー、また上位ねさらに5人がこの後、まあとま 待待っている待ってていいるるこ,このあと私の中ではもう決まっておりますのでまた明日以降ご紹介させていただきたいと思いますのでもしよろしければまた見ていただけたら嬉しいなと思います。ということで今回はこんな感じで私が選ぶ勝手に選ぶ2022年ジャニーズ歌うまランキングトップ10個人第6位は どうもと強吉さんを選ばしていただきました皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。